下月陽香です。この動画では万年筆と水筆ペンを使って傘を持った女性をスケッチしています。最近このように何か適当なテーマを決めてスケッチや落書きをするようにしています。自由に何を書いてもいいですよと言われると案外何も書けないものでして、ちょっとした縛りがあった方が落書きもはかどります。というわけで今回は傘を持った女性がテーマです。人物を絵に描くときに何か道具を持っている場面を題材にするといくつか都合の良いポイントがあります。まず一つはポーズや動きがつけやすいという点です。何も持たずにポーズをとっている姿はファッションモデルやアイドルのような印象になりがちです。それはそれで悪くはないのですけど、もう少し自然な仕草を描きたい場合は何か道具を持っている姿を選ぶのが手っ取り早いです。もう一つはシチュエーションが分かりやすいという点です。持っている道具にもよりますけど、背景などがなくて人物だけ描かれている絵でも道具を使っている動作があると大体のシチュエーションが分かります。今回選んだ傘を例にすると、傘を差している姿やポーズは腕や手を自然に曲げて上半身の変化をつけられるので、特に女性の場合には魅力的なポーズになることが多いと思います。傘を差している場面では傘の陰で顔が少し見えにくくなるのも何かしら魅力を感じるポイントです。表情がよくわからないと、この人物は一体何を考えているのだろう、どんな気持ちなんだろうという想像をかきたてられます。陰で見えにくいだけでなく、いっそのこと傘で直接顔を隠してしまうこともできます。例えば仮面をかぶっていたりとか、フレームに顔が入っていない構図であったりとか、あるいは単に後ろ姿だったりとか、顔が見えていない絵というのはそれだけで何やら想像力を刺激するので、顔がはっきり見えていない絵が割と好きです。あと、あまり大きい声では言えませんけど、顔を描くのは難しいので、顔を描かなくていいならそれに越したことはないという気持ちもなくはないです。まあそれはさておき、傘を差しているシーンは雨の場面であることが多いのですが、雨という天候は絵にすると面白い画面になることが多いです。この場合は傘が直接関係するわけではないのですが、雨が降って濡れた地面や水たまりなどには人物や背景が映り込むので、変化のある画面を描くことができます。今回のスケッチでは地面のスペースをあまり取っていないので、そこまで映り込むような画面にしていないのですが、思い切って地面に全身が映り込んでいるような構図にすると、それだけで何か物語を感じるような絵になりそうです。これは聞くところによると映画の撮影なんかでもよく使われる手法らしいです。言われてみれば夜の街のシーンなどは雨が降っていたり、雨上がりで路面が濡れているシチュエーションが多いように思います。路面が濡れているシーンがよくあるのは、濡れた路面にライトやネオンが映り込んで画面の情報量が増えるからという話を何かで聞いたことがあります。また人物がカラフルな傘を持っていれば、単純に画面に差し色を入れることができます。特に都会の街並みなんかを描くときには色調が暗くなりがちですが、人物を少し描き入れて傘の色が鮮やかだと画面が華やいできます。傘を差している人物のシルエットは分かりやすいので、風景などに小さく描き入れるときにも便利ですね。そんなわけで傘を持った女性のシルエットを少し描けるように練習しておくと、いつかどこかで役に立ちそうな気がします。さて、このページが埋まるまでにはあと3人ばかり描けそうです。落書きの様子はもう少し続きますので、よろしければ最後までお付き合いください。
今回使用した万年筆はパイロットの格納。インクは同じくパイロットの色しずくシリーズから深海。カートリッジタイプをセットしています。万年筆でざっくりスケッチをしてから描いた線を水筆ペンで塗り伸ばして陰影などをつけています。前回の動画では自転車と女性をテーマに落書きをしていました。興味がありましたら、前回の動画も合わせてご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価など励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いできましたら幸いです。